テレサダメージという曲ですが、前回タイトルコールだったら遅いよね。そうね、ごめんなさい。そう、説明前回もしたんですけど、大切な人から言葉を一つずつもらって組み合わせて作った歌なので、その文字が出てくるとね、歌ってる時にその人のことがね、思い出したりとかもして、すごい大切な歌になっております。天に空に道、アルバムにも入っております。では歌わせていただきます。Cheers.
ありがとうございます。あれ次何でした？ああもう最後なんですね。あら、そう一部最後でした。最後の曲はですね、新曲なんですが、これは今回のアルバムに入っています。この曲作るときに、まあいろいろ考え、まあいつも考えてるんですけど、詩をね作るときにちょっとこうオブラートに包んでみたりとか、ちょっと分かりにくいようにしてみたりとか して、まあ歌詞を書いたりして、まあ全部実話なんですけれども、次はの歌はですね、なんですかね。なんかこうみんな多分思春期とかにあると思うんですよ。なんか何で生まれてきたのかな、今なまっちゃったね。なんで生まれてきたのかなとか、なんでだろうとか多分思うと思うんですよ、誰でも一回はね。で私もまあ思ってはいて、まあよくその答えはあんまりよくわからないまま、まあ来てしまったんですが、次の歌はそれがなんかちょっと見えたっていうか、まあ多分ね皆さん同じだと思うんですけど、それを歌にしました。